はい、皆さんこんにちは、アメリカカリフォルニアの3月7日ラッキーセブンでございます。左側に位置つけると大谷さんの番号にあります17番ですけど、まあ7日でございます。今日は木曜日ですね、アメリカの方は、皆様いかが過ごしたか。今日も甘いしっかり盛りしアメリカからお送り出します。どうぞ付き合いくださいませ。さて皆さん、今日はですね、なんとアリゾナ、あの大谷さんのところ、野球やるところは雨が降っております。だからいい時に休みましたね。大谷さん、ベッツ、フリーマン全部休みでゆっくりしてますね。もうそろそろ準備してね、韓国の方に行かれるんじゃないかなと思って、もちろんその前に1回2回出ると思うんですけど、まあもうそろそろ時間がないので、とりあえずそういうことになっております。ですからそれ以外の人たちがみんな出て頑張っておりますけどね。まあロサンゼルスの方も、あの今あの面白いね、うちの家内のですね友達が日本から来て、ドジャースタジアム、あの商品、あのいろんなものをね、お土産買いに行ったら何もないんだって。どういうことなのか、商売やる気あるのかってね、聞きたいぐらいだけど、なんかね今注文してあって、開幕の前には準備できますって言って、全くもうどうしようがないですね。せっかくいろんなもの買いに行ったの、あと友達も日本に持って行きたいっていうこともあるんで、まあ、もうねそう言われるとね、私なんかね、あのオンラインで注文しましたからね、2つほど、ここにねカタカナ漢字のショータイムって書いてあって、それからまああのそれ以外のものもちょっと注文してます。シャツにもね書いてありましたけど、注文したんですけど、まあどうなるかね、ということでですね、まあ山本は昨日ね大変でしたね、もう本当にね。まあその情報と、それからね、まあ今現在ではですね、大谷翔平のですね、ここにあの礼をしましたよね、あの昨日か、まあ、あのエンジェルスにも勝ってね、まあ、非常にあのこう大谷さんとしては本当に長い間ありがとうっていうね、心込めてベンチの方にお礼したという、そこがね、大谷さんの素晴らしいところということの情報が来ております。それからね、競馬ね、おまあさんにね、ほら11番って書いて大谷さんだって、一体どうやって大谷さんができたのかという、そういう情報もありますけどね。なんかね、はい、その情報も聞いていただければと思いますけどね。そして YOSHIKI さん、この方こそご入ですか。なんかね、あのドジャージスタディアムで、なんか演奏されるそうでございます。ぜひ大谷さんに会いたいとおっしゃってたんですけど、まあね、やっぱ本人も夢ですからね、大谷さんとお会いできるんじゃないかなと思うんですけどね。それからあのドジャースの大谷翔平がですね、初盗塁をやりまして、フリーマンがね、もう私はあの大丈夫です、打たないから、どん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 走ってくれれば、俺はもうあれするから。でも大谷さんがね、やっぱり足から入るでしょ、僕は前から言ってますけど、手から入ったらね、もうちょっとね、あのセーフになると思うんだけど、まあ足からでもね、綺麗にボールが来ればアウトだけど、それじゃないとねセーフだと思うんだけどね。まあとりあえずそういうことで、まあ1年間頑張ってほしいと、もうとにかくもうやる気でいるんで、非常に素晴らしいと。まあということで、今日もそちらの方に行ってみたいと思いますけどね。それではまずはこちらですけど、今現在では LA ドジャースが、10勝3敗ですけど、まあ今トップですね。あのケイシーがその次が住むあのロイヤルズがね、それからコロラドが3位、テキサスが4位、エンジェルスがね、割と5位につけてますよ。すごいじゃないですかね。一体どうなってたの、今までは。まあ今ではね、まあよく頑張ってたんけど、実際にゲーム始まるとどうなのかなっていう感じはあるんですけど。ということで、メンバーはあのこちらになりました。エンリケ、ヘルナンデスが1位で、ミゲル・ロハスが2位、ウィル・スミスがもうキャッチャーですからね、彼が3位。ティアスカ・ヘルナンデス、大谷さんとね、この間お話し。それからジェームス・アウトマン、この辺はね、もうみんなあの普通のあれですからね、みんな出る人たちだから。で、ミゲル・バルガスはどうか分かんないんですけど、まあ彼も入ってる、6番。で、ジェームス・ワーストンも同じですね。ケビン・パドロはエンジェルスから来た、多分彼は出ないと思うんですけどね。で、この人が新しくね、アンドレ・リピシュエスという人がなんですけど、まあということになっております。そしてエンジェルスが先に打つから、こちらホームでございます、アベートホームですね。そしてジェームス・パキスタンが今日挙げておりますけど、雨が降っているということでもあって、なかなかねフルカウントが多いね、今日見てたら、それがちょっと心配だけど、まああれね、ここはちょっと前のあれですから、すいませんね、これ10勝
先ほど話しました10勝はあのあれですからね、先ほどのあれが正しいです。これちょっと書いてないのでごめんなさい、ということでございます。でこちらの方からじゃあ行きましょうか。まずはフレディ・フリーマン、はい、じゃあ行きましょう。はい、どうぞ。フレディ・フリーマン、大谷翔平について、彼が盗塁するたびに私は打たないつもりだ。おう。それについてはすでに話した、私は言った、うん、もし盗塁するならそれを狙ってください。私はあなたに得点圏にいてほしいと思います。おう。だから私は毎回打たないつもりです、うん、私は彼が100盗塁できることを願っています。おお、100盗塁すごいね素晴らしいね。そう言ってくれると嬉しいものでございますけどね。でもフルカウントは打たなかったらストライクになるから、その辺は気をつけてもらいたいなと。まあそれぐらいは知ってらっしゃるけどね。はい、続きましてこちら。オープン戦、ドジャース12分9、ホワイトソックス6日、日本時間7日、アリゾナ州グレンデール、うん、ドジャースを大谷翔平投手29が2番 DH で出場し、3打席で2打数に安打1打点と活躍した。前日は無安打だったが、オープン戦出場5試合で15打席12打数7安打の打率5割8分3厘と打撃好調をキープした、うん、この日は2回2四13塁の1塁走者で初球スチールに成功。今季オープン戦で初盗塁をマークし、相手の失策も誘って得点につなげた、うんうんうん、強打者の打席では盗塁スタートは切りにくいケースもあるが、3番フリーマンは彼が盗塁をしたいならいつでも行っていい、うん、僕は得点圏まで行ってもらいたいとコメント、うん、さらに最も印象的なのは一塁からタッチアップをしたこと。あれはすごいよ。あまり話題にはならないことだが、うん、とても素晴らしい。いやあれはすごい。そういうことがシーズンを戦う上で勝利につながると大谷の好走塁を称賛した、うん、大谷は1回無視2塁から内野安打を放ち、1、3塁とチャンスを広げた。その後フリーマンが左義肥で先制打を放つと、大谷が一塁からタッチアップ、西二塁とし追加点のチャンスを作った。確かにね、これはすごいよ皆さん。それでチャンスがあって、で一塁から二塁行ったでしょ、とそれで三塁の人がホームに帰ってきたからっていうことで、これはすごいものでございます。はい、じゃあ参りましょうか。次はこの話題でございますけども、本人が口で言ってます。これを聞いてみましょう。はい、I'll take it every pitch. Every time he steals, I'll take. We already talked about it. He doesn't care. I said, he asked if I had any counts or anything like that. I said, no, if you steal, go for it. I want you in scoring position. そういうことです。I will take it every time. はい。さっきと全く同じことを言ってくれたんですね。まあ私はあなたがお総理取るんだら、私はどんどんどんあれしますからって言って。はい、ということでございまして、今日は7日ですけど、ここをですね、今戦ってるのは、ジャイアンツ、大谷さんがいないので、今日はどうなるか分かりませんが、とにかく10勝3敗ということでございます。その後に、まあ、レッズとレンジャーズ、そして、こちらは、ディバックス、そしてガーディアンズで、ジャイアンツ、それからマリナーズ、その後に休み入っていく。来週からも休み、いろいろここまでこうですね、その後にどんどんどん休み入って、韓国に行ってきますからね、楽しみでございます。はい、ということで昨日ですけど、まあ勝ちましたけれども、まあ10勝3敗勝ちましたけど、山本さんの出来がいまいちだったね。頑張ってもらいたいものでございます。なぜかというと、ここで見てますように、もういきなり3点取られたんですよね。でドジャーズが1点取ったけど3点、そしてまだ0、こっちでドジャーズが3点取って同点したんだけど、まだ2点取られましたね。でそれでまあ降りたんですけど、その後他の人もいろいろ取られたけども、頑張って満塁ホームランなどがあって、まあ大谷さんも頑張って、とにかく12対9、だから山本さんの負けはなくなりましたけど、まあ一応勝ったということでございます。やっぱいいチームに入るといいですね、ということでございます。それからこちら今日ですけども、パクストンとハリソン、この2人は頑張ってるよとか、サングス7日ですね、ハッピーで、だからということでどうなるか、今はまだ途中でございます。ちょっと見てみましょうか、どこまで行ってる。あ、今休みでございます。あ、ディレイ、雨でディレイですよ。ほら、 The event in the weather delay、 weather delay ということは
天気のあれで遅れますよということで、いや確かに雨降ってましたもんね。よかったね、大谷さんがこういうとこに行っても風邪でもひいたら。それとかやっぱりね、いろいろ手術されてるから、いろいろ冷たくなると困るからね。だからちょうどいいの、ゆっくりしていただいて、テコピンと一緒にね、それで奥様と一緒にゆっくりされるといいと思いますけどね。はい、と続きましてはこちらでございます。はい、大谷さんがね、まあ、インタビューされたんで、これちょっと聞きましょうか。はい、どうぞ。Well, first to Shohei, seeing your former team, what was it like just kind of seeing some of those guys and, you know, it's just spring training, but playing against them again? まだキャンプオープン戦中ですけど、まあ、フルスのエンジェルスのチームメイトと会って、こういう感じでした。あ、まあ、結構あのもう来てたので、こっちに今日あのいろんな人と、はい、話しました。Yeah, a lot of the boys were here today, so I got to catch up with most of them. I know we've talked about just kind of how you've been feeling and getting ready for South Korea in this season. Just you think about kind of your quality of at bats, is number wise and also quality wise, are you where you want to be right now with nine games or eight games left? Number wise, ね。残り韓国まで8、9試合ぐらいですけど、まあ打席の内容と結果両方に満足。Number wise, ね。打席。あ、そうですね、まあ、今日久々ナイターでしたけど、あのまたちょっと見え方は違うので、そこら辺もあやりながらまた試合をこなしたいなと思ってますし、あのアートバット の打席のクオリティもあ上がってきてるんじゃないかなと思うので、まあ、最後の方とかね、ちょっと惜しかったですけど、もうちょっとあ触れるかなと思っております。 That was the first night game in a while, so kind of get used to seeing with my eyes still on nine games, but that should be there. And、my last aboutFelt pretty good. Got jammed a little bit, but overall, my quality, I'm pretty satisfied with the quality and the results of my at-bats so far. How much time did you give yourself to sort of reflect on your time with the Angels? How do you sort of overall look back on your time there? After he signed? After he signed here. How much time did you give yourself to sort of reflect on your time? How do you sort of overall feel about your time? 早速契約決まった後、どれぐらい、まあ、Angels のことを振り返って考えたりしたんでしょうか？どちらかというと、まあ決まる前がやっぱり一番考えてるんで、まあ決まった後はもうお互いにまあこのシーズンに切り替えて向いてると思うので、やっぱりもう交渉の段階が一番考えるんじゃないかなと思います。 More than after I signed, I was thinking about the Angels during the whole free agency before I signed, because they were in my mind, and once I signed and it was a done deal, so I felt like we needed to turn the page and focus on the season with the Dodgers.Guys give you a hard time for signing here and not going back there. もっとチームメイトに何か言われました。ここに来た時に。あんたね。そんなことない。今日ですか？いや、特に、まあ、おめでとうっていうか、まあ、契約できたことにまずおめでとうっていう会話が多かったですかね。They didn't really give me a hard time. It was more a lot of congratulations and they're happy for me. Congratulations. What is most about the Dodger experience in the first month? What stands out to you?まあ、1ヶ月ぐらいドジャースの一員として何が一番印象的ですか？印象的、まあ、チームの色がやっぱりちょっとなんだよな、まあ、どっちがいいとか悪いとかではなく、あのそのチームの色があると思うので、まあ、まだ1ヶ月ですし、もっともっとこう、まあ、なじ僕も吉野もそうですけど、一緒にこう時間を過ごすチーム。いやーでも優しいね。僕も吉野もそうですけどって、もう何気なしに吉野さんね、部下をすごく優しく見守ってくれてるからね、大谷さん。性格がいいね、本当に素晴らしいということでございました。はい、続きましてこちらでございます。こちらは、はい、どうぞ。はい、今日のあのゲームですね。もうみんな寒がってますよ。雨が降る前でしたね。これは一番最初始まる前でしたけど。ほら、見てください。みんな寒そうですよ。オーマイグッネス。ノーショウヘイ、ノームキベス、ノー、あれですね、フリーマンと言ってますね。はい、ということで、残念ながら今日はゲームの内容はないんでございますけど、それでは、じゃあこちら行きましょう。由伸さんが頑張っておりましたね。山本由伸 OP 戦2度目の登板で、大谷翔平と初共演3回6安打5、失点でメジャー初失点も打線が強力援護。うん、ドジャースの山本由伸投手、25投が6日、日本時間7日、アリゾナ州グレンデールでのホワイトソックス戦でオープン戦2度目の先発。大谷翔平投手、29、と初の同時出場となった一戦は3回で3四球を含む6安打5失点と珍しく、
制球が乱れ、メジャー2度目の登板で初失点を喫した。前回登板では抜群の制球力を誇った山本だが、この日は制球が乱れた。先頭のベニテンディに仲間枝を許すと、2番モンカダに2度目の登板で初めて四球を与えた。3番ロベルト・ジュニアはウトビに打ち取ったが、4番ヒメネスにまたも四球を与えて1四万塁。5番ボーンに中義飛を打ち上げられると、6番フレッチャーに遊撃への敵地内野安打、7番デヨングには投手強襲の敵地内野安打を許し、3失点した。2回も先頭の9番ロペスに四球を与え、早くも3つ目の四球。しかし、この後は1番ベニテンディを空振り三振。2番モンカダを空振り三振に仕留めた際に2投こそ許したが、最後は西二塁から3番ロベルト・ジュニアを力のある直球でウトビに打ち取って2回は無失点に抑えた。3回は2安打を許して1失1、2塁のピンチを招くと、7番デヨングの三塁線への難しい打球が三塁手マンシーのグラブをすり抜けて左翼線へ転がり、2点敵陣二塁打となってさらに2点を失った。3回で毎回先頭打者に出塁を許し、6安打5失点、3四球、4奪三振で降板。試合後、山本はちょっとボール球が続いたり、フォアボール出したりであまりいいピッチングではなかったですけど、いろいろと試せたりしたので、結果は良くないけど感覚というかオープン戦では良かったと思います。セットポジションの方が感覚は良くなかったですね、と振り返った。しかし、ドジャースの強力打線が大谷の2安打1打点、フリーマンの満塁弾などが飛び出し5回までに10得点。山本の5失点を跳ね返し、今日も打線がすごかったですし、とにかく自分はもっといいピッチングができるように集中していきたいです、と打線の援護に感謝していた。試合前にデーブ・ロバーツ監督は、吉野部は大谷にいろいろと教えてもらうことができる。ブルペンを見守ったこともあったし、吉野部がレンジャーズ戦で投げた時は遠征先まで行って、彼をサポートし、投球を見守ったと振り返り、入団にあたっても、大谷の存在は明らかに大きかったと思います、と話していた。山本は3月20日、21日に韓国で行われるパドレスとの開幕シリーズに登板することが濃厚。パドレスのダルビッシュ有投手といきなり日本人対決となる可能性もある中、開幕戦に向けて調整を進めている。まあいい先輩に当たりましたね。日本でもね、大谷さんは先輩ナンバーワンというベースボールで言われているようでございますけどね。はい、続きまして大谷さんがちゃんと礼ありがとうという感じでね、エンジェルスに向かっていったそうでございます。エグンベンチに見せた礼儀が泣ける。頭を下げる大谷翔平に胸が締め付けられる。エンゼルス戦の第一打席で見せた行動に注目。ドジャースの大谷翔平投手は5日、日本時間6日、古巣エンゼルスとのオープン戦に出場。注目を集めた第一打席では相手ベンチにしっかりとご挨拶し、この行動にファンも尊敬しかありません、グッときますね、と注目した。大谷がメジャーに挑戦してから6年間プレーしたエンゼルスを去り、今季からはドジャースでプレー。この日の試合前にはマイク・トラウト外野手ら元チームメートと再会し、会話を楽しんでいた。注目された第一打席では、名前がコールされると、エンゼルスファンからも拍手が起こった。三塁側のネクストバッターズサークルから打席に向かった大谷は、エンゼルスベンチに向かってヘルメットのつばを触ってご挨拶。その後は元同僚のマット・サイス捕手と言葉を交わし、打席に入った。エンゼルスが敵になってしまったが、リスペクトは欠かさない。大谷がふと見せた行動にネット上のファンは泣ける。何をしてもかっこいい、挨拶は欠かせない、こういうところがまた胸が締め付けられる、エンゼルスベンチにご挨拶、とコメントしていた。素晴らしいね。いや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 、大谷さんはね、大谷さんは
エンジェルスじゃなくてドジャーズで頑張るだろうということでございますけどね。はい、続きましてこちらでございます。はい、これはねオマーということで、11番大谷さん、ビッグフライ大谷さん、ビッグオマー大谷さんなんでしょうかね。じゃあ行きましょう。はい、どうぞ。はい、競走馬大谷さんの馬名は OK？ 登録を司る法人は日本全国には多くの大谷さんがおり、個人は特定できない大谷さんという名前の競走馬が初出走し話題となった。実況アナウンサーもかの五人を外国人が呼ぶかのごとくたにアクセントをつけている。野球界には競馬好きが少なくない。中には馬主になった人もいる。最も有名なのは大魔人こと佐々木和弘氏であろう。質量ともに突出していて、名力のほ高いビルシーナやジャパンカップを制したシュバルグラン、ドバイで優勝歴があるビブロスなど、馬名に部がつくのは妻榎本かな子さんの好みなのだとか。番長こと三浦大輔 DNA 監督の持ち馬たちの名前はリーゼントで始まる。トレードマークのリーゼントヘアが由来だ。吉井正人ロッテ監督も馬主で、フォーシームやリジンという名前をつけている、うん、馬主になるのが夢だったというソフトバンクの柳田悠岐選手は昨夏初めて馬を購入。総額1億円を費やし3頭を所有する。お、自身の愛称を冠したギーターや、かつて達成したトリプルスリーなんて馬名がお似合いだが、彼がつけた3頭の名前に面白みはない、うん、多くの方が大谷選手を思い浮かべるかもしれませんが、大谷さんに話を戻そう。そもそもこんな馬名をつけていいのだろうか、うん、大谷人気に便乗したんでしょうが、いくら馬券が売れても馬主は儲かりません。そうなんだ、と語る競馬記者曰く、うん、公序良俗に反する馬名や個人名、商品名はダメと言っても、昔と比べると最近は審査が甘くなってきた気がしますね。馬名の登録を司る公益財団法人ジャパンスタッドブックインターナショナルが定めた馬名登録実施基準を紐解くと、確かに著名な人物等の名称と同じ馬名は登録不可とある。だったらダメじゃないか、うん、同法人に尋ねると、確かに多くの方が大谷翔平選手を思い浮かべるかもしれませんが、と前置きしつつも、日本全国には多くの大谷さんがおり、個人は特定できないため登録が認められました。そうなんだ。なるほど、大谷さんがいっぱい。でもね、大谷さんというとなんか一人しかいないような気がするんですけどね。まあね、認められたんだ。しかも11番じゃありませんか。まあね、17じゃないからね、日本では17、アメリカでは27だけど、日本では11番。はい、続きまして、この方、よしきさん。うちにはよしみさんという方がいらっしゃるんですけどね、このコーナーにはね。よしきさん、行きましょう。はい、どうぞ。よしき大谷翔平と共演ドジャースタジアムで米国国歌演奏、会えるんですかね。お、楽しみです。へぇ。X ジャパンのよしき、年齢非公表が5日、都内で会見し、大谷翔平29が所属するドジャースの本拠ドジャースタジアムでの試合で米国国歌をピアノ演奏することを明かした。すごい。4月16日日本時間17日のナショナルズ戦の試合前にステージが設けられ、とても光栄なことと喜んだ。大谷との夢の共演が実現しそうだ、うん、きっかけは今年1月9日ハリウッドの TCL チャイニーズシアターで自身の手形と足形の完成セレモニーが行われた時、うん、野球関係者からオファーを受け快諾した。お、大谷のドジャース移籍が発表されたのはその後で、当日は大谷とは会えるんですかね、楽しみですと期待に胸を膨らませた、うん、面識はないが、共にロサンゼルスで活躍する日本人として刺激を受けている。実力も素晴らしいし、メディアにもポジティブに取り上げられていてすごいと絶賛、うん、先月29日に結婚を発表したことにはおめでとうございますと祝福。おお、なるほど。
自身の結婚についてそういうことも今後あるといいですよねと大谷にあやかりたいようなコメントを続け取材陣を笑わせた。野球はテレビ観戦することはあるが球場を訪れるのは楽天のイベントに出席した2005年以来。大谷特需でドジャース戦のチケットがプレミア化しているだけにピアノを弾くのも楽しみですが野球も見たいなと性感染を熱望した。すごいすごいすごい。ドジャースには山本由伸25分も所属しており早くもセレモニーを派手に彩りたい気持ちでいっぱいの様子、うん、クリスタルピアノが代名詞として知られているだけに当日のピアノについても透明にします。決定ですと予告した。素晴らしいね。なんかすごいね、髪が長くて、吉木さんって女性じゃない、男性ですもんね。まあ今はもう素晴らしいいろんな形の方がいらっしゃるからフルネームが分かんないですね、ということで、まあ、楽しみで、吉木さんの、ドジャーというのピアノとね、大谷さんにお会いできるのを楽しみしておりますけど、我々もお会いできるのを楽しみしております。吉木さんが会えるように。はい、続きまして最後のコーナーになりましたけれども、見てください皆さん、もうね、この頭のコチョンとね、この右一回左一回っていうなんか今日やってましたけど、やっぱりあれですかね、大谷さんが似合うね、こうフォンフォンとか言うのかな、まだ決まってないようですけど、そのうちに大谷さんがね、日本からなんかいいものを持ってきて、ホームラン打ったらなんか楽しいことやれそうなんだけど、それ早くね、やってほしいものでございます。それでは行きましょう。大谷さん、はい、どうぞ。新ポーズ、大谷翔平の新ポーズ、はい、なんと呼ぶ、なんと呼ぶ。チーム内で流行のパフォーマンスが「キケポーズたまらん」と人気上昇中、真面目なキケポーズちと固いの声も。 MLB スプリングトレーニング、ホワイトソックス 9-12 ドジャース、3月6日日本時間7日キャメルバックランチ。ドジャースの選手の間で流行中のあるポーズが話題となっている。6日同7日の試合で大谷翔平もタイムリーを打った後に披露し、 SNS 上であのポーズ来た、たまらんとファンが悶絶する事態に。カージナルスのヌートバー外野手が侍ジャパンに広めたペッパーミルのように、今季ドジャースで流行しつつあるパフォーマンスがある。それはヒットを打った際に塁上で行う両手と片足を上げながら上半身を左に倒すポーズ。うん、オープン戦でベッツやフリーマンら主軸が行う様子が、あのポーズ何？と話題になる一方で、大谷が試合で見せることはなかった。うんうん、しかし今日の試合で、大谷は2打席目に走者1、2塁から鋭くセンターに抜けるタイムリーを放つと、うん、1塁塁上で上記ポーズを初披露。その後、自身が今季見せている出塁のルーティンである1塁コーチャーとの頭コツンも続けて行い、ね、調子の良さを伺わせた。ところで、この上半身をくねっと左に傾けるポーズを何と呼ぶかがまだはっきりしていないらしい。左、右、両手と片足を上げる様子からグリコポーズと呼ぶ人もいれば、両手の形から X ポーズとする人もいる、うんうん、オープン戦でフリーマンが披露したことからフリーマンのポーズと呼ぶ人も多く、うんうんうん、練習中に大谷とフリーマンが似たような動きをしていたという情報もある、うんうん、そんな中、現在最も多いのがキケポーズという名称。へー、これは人気選手であるキケヘルナンデスがこのパフォーマンスを行った時の動画をドジャース公式 X 旧 Twitter アカウントがポストし、ニューセレブレーション、うん、新たなセレブレーションと一言添えたことによるものだ、うん、この動画でポーズを知った人がこれをキケのポーズと認識したのだろう。大谷がパフォーマンスを見せたこの日、 SNS 上では一塁で初パフォーマンス、やりましたなキケポーズといった反応に加え、頭コツンとのコンボにキケ&コツンのダブルやってくれた、好き、ついにキケさんポーズ来たからのコツン、キケポーズからの頭コツンかわよと喜ぶ声が上がった。また大谷がこのポーズを口を毎日文字に結んで披露したことから、ちゃんと角度とか今日前で練習したんだね、真面目なキケポーズちと固いといった声も。
今季このパフォーマンスが定着するかは知る由もないが、うん、大谷がすっかり新チームに溶け込んでいることは間違いないだろう。確かにそうですね。で今日のゲームで、まあ、ちょっとありましたけど、ちょっと私がここに入れるの忘れたんですが、この左もあったけど右もやってましたよ。こっちとこっち両方やってましたね。だからどうなるんだろうね。まあとにかく今日はヘルネンデスさんがね、とトースカイヘルネンデスがやってましたけどね。はい、ということでございます。とりあえずは今日は皆様に、あと最後にメッセージがございます。はい、竹ちゃんありがとうございます。久しぶりでございます。竹ちゃんからいきましょう。はい、どうぞ。竹内新さんコメントありがとうございます。ありがとうございます竹ちゃん。ドルフィンさん、はい、分かりやすく親近感のモデル、はい、大谷翔平さん情報をありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。皆様がよく見ていただいて、チャンネル登録とかですね、いろいろコメントいただくんで感謝しております。竹ちゃんありがとうございます。ということで、今日時間もなってまいりましたので、皆さんとさよならする時間になってまいりました。さよならはですね、やっぱりここになりますでしょう。はい、ということで今日はもうこれだけ全部話しましたね。山本さんでしょ、大谷さんはありがとう、それから、ね、11のね、おまさんね、名前が大谷さん、それから YOSHIKI さんね、すごいですね、このピアノさんで、大谷さんが走って、初盗塁ということでございました。はい、ということで、それでは See you later Alligator。 はい、あ、ちょっと待ってください。ゲームの方もちょっと見せなきゃいけない。ゲーム。今どうなって、あ、まだディレイでございます。イベントがね、雨で中止にならなければいいんですけど、まあちょっと遅れております。明日は必ず伝え出しますので、よろしくお願いします。それでは、See you later。ありがとう。あ、いい音だったね。はい。ということで、皆さん、また明日、お目にかかります。どうもありがとうございました。ところで、先ほどは0-0だったんです、まだ。誰もまだ勝ったりとか負けたりしてないので、はい。よろしくどうぞ、失礼いたします。